日曜は春の中山開幕を告げる伝統重賞、中山記念、G2、芝1800メートル、25日、一着場に大阪杯優先出走権、が行われる。昨年の皐月賞馬ソウルオリエンス、オス4、手塚、が今年の指導戦を迎える。一番人気で首差赤杯のダービー以降、ここ4戦は白星から遠ざかる。 無敗のクラシックホースに輝いた飛躍の地で威厳を示したいところだ。新コンビを組む田辺騎手を背にした1周前、追い切りではミホウッドで6ハロン81秒7の11秒5、末強め。防災員インが出ると抜群の反応で突き抜けた。デビュー前の追い切りに騎乗して以来、久々にコンタクトを取った安定は、以前よりも乗りやすくなっていますね。フットワークはさすがに良かったです。 ポテンシャルはすすごいいとと思いますと能力を絶賛一方で正直動く馬だし感覚的にはもう少し余力が欲しいところでした。来週も乗って確かめたいとさらなる上昇を求めた。一週前追いを経てどう変化しているか注目だ。